ルズーダ、サハラ砂漠の、オアシス都市にやってきました。ここから砂漠ツアーに参加するようになります。もともとブッキング .com で、安いツアーを参加、まあでもそれでも評価は 9.3 とかね、あの高評価のツアーに参加する予定だったんですけれども、まあでも夜の7時からスタートのツアーということで、まあ、それまではフリータイムということで、まだ10時にもなってないような時間帯なんですけれども、このじゃあ夜7時までの時間をどうするかというところで、もう砂漠ですからもうホテル以外には何もないんですよね。なので、まあ、安いツアーだとそれが本当に薄暗い部屋で休憩してるか、まあ、砂漠そこら辺散歩するか、そういうことになってしまうんですけれども、ちょっと厳しいですね。なので、まあ、ちょっと申し訳なかったんですけど急遽キャンセルして、まあ、日本人のバックパッカーにも、人気のある、マムーシュという、ここでは5つ星なんですかね、まあ、どういう基準なのか分かんないですけど、結構いいホテルにのツアーに参加するということで、ここのホテルにあるプールですとか、朝のバイキングは、まあ、50ディルハム払って、まあ、約500、600円ぐらい払って、まあ、結構豪華な、朝食をいただいて、ここはですね、このプールがついているのと、もうここでも十分ですね、1日の時間を有意義にゆったりと過ごせるということで、判断ちょっとしてですね、プランを変えてこっちのマムーシュのツアーに参加するようになりました。ただいま世界最大の砂漠、サハラ砂漠に足を踏み入れました。私の足ではなく、ラクダ君の足で、サハラに入ります。ここから1時間ほど、ラクダに乗ってキャンプ地に行き、今日はサハラ砂漠で一夜を明かすということです。サハラ砂漠の砂丘の上にやってきました。日の入り、サンセットを見ようとしています。世界にはさまざまな砂漠や荒野があると思うんですけども、世界で一番広大な砂漠、サハラ砂漠、めちゃくちゃきめが細かい砂が、そしてこの稜線の美しさ、もうどこまでも続く砂漠ですね。もう遭難したらと、まあ死ぬでしょうね。いや、ラクダ君のおかげであっという間に、ここまで来ることができました。いや、想像を超えて感動的な景色ですし、あまりにも圧倒的な大自然です。